記者が振り返る懐かしのベストレース、一年フィリーズレビューの翌日、紙面を派手に飾った写真は今でもよく覚えている。一着でゴールしたローズバドイコール小巻太が左手で上手に V サインを作ったワンショット。明らかにカメラを意識しており、視線もバッチリ。よくもう上でこんな決めポーズを取れたなと思ったものだが、レースを再検証すればそれも納得。道中は足を貯めて、 直線で外から豪快に差し切る圧勝劇。これが小牧太氏当時はまだ園田に所属の JRA 重賞初制覇。終える小牧太氏を決定的に印象づけたレースでもあった。この一戦で大花賞の有力候補にのし上がったローズバドだが、熱発のため本番は無念の回避。その後2着は3回あったものの、G1 には手が届かないまま引退した。 一方の小牧部とは4年に JRA に移籍。G1 制覇も時間の問題かと思われたが、意外や意外、悲願達成までフィリーズレビューから7年の歳月を要した。それが8年大歌賞のレジネッタ。勝利者インタビューで涙を流しながら、皆さんお待たせいたしました、と語ったのは有名なシーンだ。 改めて振り返ると、一年フィリーズレビューはジンバとも一気にスターダムに乗りかけながら、その後に苦難の道が待っていたという共通点を見出せる。時は過ぎ、繁殖品場となったローズバドが生んだローズキングダムが9年の朝日杯 FS でバラ一族悲願の G1 制覇を達成。その時、背中にいたのが小牧太子。苦楽を共に乗り越えたジンバが、世代を超えて再び結びつくドラマがそこにはあった。 2011年3月9日付東京スポーツ掲載。